ネットショップ開くならメルカリショップス、メルカリショップス。ネットショップ開くならメルカリショップス、メルカリショップス。ネットショップ開くならメルカリショップス。ネットショップ開くならメルカリショップス、メルカリショップス。ネットショップ開くなら。俺ネットショップ始めてさ。え、何売ってんの？うちの畑のベジタボー。野菜ね。野菜だよ。メルカリショップス。メルカリにあなたのお店をキャンペーン中。ネットショップ開くならメルカリショップス、メルカリショップス。ネットショップ開くなら。俺ネットショップ始めてさ。え、何売ってんの？うちの畑のベジタボー。野菜ね。野菜だよ。メルカリショップス。メルカリにお店を。ネットショップ開くならメルカリショップス、メルカリショップス。ネットショップ開くなら。ネットショップ始めたら手作り T シャツすっごい売れて、おーざーす。メルカリショップス。メルカリにお店を。いいんじゃない？ありがとう。ありがとう。いいじゃない？いい。わあ、すごい。おお、ありがとうございます。いただきます。メルカリさんはですね、もちろん知っていましたし、その中でこうメルカリショップっていうショップスっていうね、こう画期的ですよこれも、うん、野菜とかも売れる、うん、びっくりして、そんなねマリカリショップスの新 CM とても光栄だなと思いました。本わかしてましたね。本わかしてました。賀来さんも岸井さんもすごいいい人たちで、あと思ってる、あ、本当にいい人たちでした。いい人たちでした。帽子ですかね。結構いろんな種類の帽子があるので、なんか素敵な帽子屋さん開けるんじゃないかな、うん、置物とか。置物いっぱいあるんですか？置物いっぱいあります。でも一つも売れないですけど。大事だから。お前もないんかい。いや、それこそ野菜はちょっと興味あります。いろんな農家の食べ比べとかもできますし、海鮮と直送みたいな、うん、できるのかな。できるんですかね。できるんですね。すごい。なんかその県にしかでしか作ってない陶器とか器とか、そういうの今ね、なかなかそんなにどこへでも行ける感じではないので、変えたら素敵だなと思いました。メルカリショップス、メルカリショップス、メルカリショップス。